もこんばんは。子ども地球サミット2010まで広報番組スタートいたしました。エグゼクティブプロデューサーの澤とプロデューサーの清水です。どうもこんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。今日も来ましたね、この時間。そうですね、はい。昨日はムーディーな、ね、感じでね、すっごい良かった。もうウッドペースがすっごいかっこよかった。良かったです ね。ここで見てくださってる皆さんには伝わったかどうかはちょっとわからないんですが、うん、このねすぐ横で聞いていた私たちはね、もう本当にね、うん、お腹に振動が来るぐらいね、重低音がね、あれ違う、その割にはサックスの中川さん、美和さんはですね、パソコンとずっとにらめっこしているというね。もったいないですよ、本当に。何をそんなにパソコンの画面を眺めているんだと。目と鼻と先なのに、目と鼻と先。そうなのね、鼻の先。そう。はあ、あれだけね、かっこいいもの、本当に、はい、見ただけでもすごい嬉しかったです。そうですね。うん、そしてね、かった。ラムパイさんはね、頭痛で苦しんでいたということなんですけれども、はい、どうやら今風邪が相当流行ってみたいですね。はい、私たちの身近でもあれ鼻声だぞっていう人が何人かいたりとかするのでね。しますね。はい、気をつけてくださいね。うん、そして、お大事にですね、ラムパイさん。そうです、お大事にです。はい、はい、こうちゃんのまだはこれはこれは始まってね、今日はねごめんなさい、はい、ちょっとね遅くなっちゃいましたね、ごめんなさいです。はい、はい、そうですね、はい。そして今日ジュンラブナンバーワンさんがちょっと早めに来てますね。ねえ、はい、いや羨ましい限りですよ。彼女はね、うん、学校の友達とねちょっと飲んで帰ってきたということで、はい、こんなお早いお帰りで大丈夫ですか皆さん。子供たちじゃなかった。お友達取り残して帰ってきたんじゃないですか。大丈夫ですか。相当早くは飲んでたみたいですね。ねえ、そう、はい、始まる時間ぐらいにもう飲み終わってるという不思議なそうはいですね。それもね素晴らしい。はい、はい、あ、ファーストさんですね、先日日曜日ありがとうございました。ありがとうございました。本当に助かりました、はい、初めてユーストのカメラに映ったんですよね。あ、ですね、はい、皆さんちょっと見てくださった方は分かるかもしれないです、うん、金髪でね、なかなかねやんちゃな方ですよね。そうですね、ちょっとごつい感じのやんちゃな方なんですけど、ね、ハートはある人でですね、はい、すっごいいいですよ本当に。うん、うん、すごく素敵な方なんですけども、はい、今日本当に日曜日ありがとうございました。はい、はい、あ、今日ね金髪さんね、はい、メガネです今日は、ね、はい、そうなんですよね。サワはね、はい、ちょっとね目があんまりね よろしくないですね。そんなに多分すごくね悪いほどでもないかもしれないけども、うん、まあねメガネをかけるとね、はい、ちょっとね、うん、仕事ができるようになるんじゃないかっていうね、そんなイメージでかけたみたいですけど、はい、ちょっと忘れちゃって忘れちゃってる。はい、はい、そしてみこさんもこんばんはです。ありがとうございます。日曜日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、そしてただよんくろうさんも、うん、もうウーパー散歩楽しみにして、毎回この方ね楽しみにしてくださってね嬉しいです。うん、はい、ですね。はい。で、ワンワンニャンニャンさん、この方ねもう始まる前から宣伝してくださって本当にありがとうございます。広報番組担当、広報担当の方ですねきっとね。なってくださってますね。メガネも宣伝してもらっちゃいました。そうですね、メガネもね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ね、メガネネタ多いですね。どうしてかしらたまにかけてるんですよ私。メガネは、ね、ゲストが多い時とかかけてますよ、うん、はい、メガネはねなかなかいいですよ、うん、はい、遠くからこう誰が誰か判別できるようにそのために普段は判別できない、はい、遠くの席からこう見ている時に皆さんがこうどんな風にやってんのかな、演奏はどうかなとメガネ見ながらこうきっちり弦の感じはどうかなとか弦の感じがねそこ気になるところでね、針はどうかなとかという感じで眼鏡で見させていただいてます。はい、はい、です。はい、あれキリこれは、たまに私こうちゃんさんの絡み、あれ、うん、うん、あ眼鏡のアイコン、アイコンじゃないの、アイコンじゃなかった、これは何、絵文字、あーそういうことですね、うん、はい、そうです、無茶ぶりじゃないですよ、仕事です、キリですね、はい、はい、そしてファードさん顔がバレた後おかしい、はい、まあそれもねこのユーストリームツイッターのいいところではあると思います。はい、はい、このリアルな感じ、そうなんですよね、はい、はい、アイコンとは違うね、そう、アイコンを写真に変えたらフォロワーが増えたとかね、そういった方もいらっしゃるのでいいと思いますよ。そうですね、うん、はい、こうちゃんさんもその一人じゃないですか自分じゃないですけど ね、はい、はい、ではですね、この辺で、散歩のファンが揃ってきたのかしら、はい、はい、
次は行きますね。ごめんなさい、みじもさん、そう、こんばんは、外はさっきからすごいや雷と雨ですねと。そう、皆さんの地域がどうですか、うん、先ほどそう夕方ぐらい打ち合わせを終えて、さあじゃあ帰ろうか、移動しようかと、そう、うん、行っているところでダーッと雨が降って雷がゴロ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 なっていて、うん、私が散歩してる時はね、まあ、確かにちょっと曇ってたんですけど、うん、でもいい天気だったんですよね、まあ、夕方の早めの時間ですね、そうなんですよね、はい、すいません、ちょっと、はい、クミさんからの電話、あ、はい、どうぞ、ちょっと前撮ってもいいかな、もしもし、それでは、はい、じゃあこの辺でちょっとお散歩に行きたいと思っているんですが、はい、今日はですね、はい、長野県の伊那市、はい、伊那スキーリゾートというところから お届けします。でこの伊那スキーリゾートなんですが、実は冬は、雪がいっぱいあって、ちゃんとリフトもついているちゃんとしたれっきとしたスキー場なんですが、今回ね、初めて私雪のないところに行ってきたので、ちょっと新鮮な感動をもらってきました。で、この子ども地球サミットのこのお散歩コーナーを始めたきっかけが、この長野県で行われるこの子ども地球サミットの、開催地である長野県を、ぜひ県内の方にはもちろんのこと、国内の方にはもう当たり前、そして県外の方、海外の方にもぜひお伝えしたいなと思いましてお届けしております。はい、それでは第44回目を迎えたウーパー清水のウーパー散歩、行ってもらいましょう。それでは VTR スタート。時間も大丈夫ですか？皆さんこんにちは。今日は地元のスキー場、伊那スキーリゾートに来てます。ここでは冬になると広いスキー場に変わります。目の前にある建物が食事をとるところです。そして、リフト。見えますか？今日はとても天気が良く、日差しがあるので、少しハレーションを起こしているかもしれませんが、見えますか？山頂の方。あの遠くの方から、スキーヤーやボーダーたちが滑ってくるのです。大自然にあるスキー場です。ここには地元の人はもちろんのこと、南信の方からもスキーを楽しみにここまで来てくれてます。冬は雪だらけで一面真っ白なんですが、やはりこの時期になると草が生えていて、まあ、緑です。遠くの方でもなんか牛が牧草としてなんか食べに来そうな、そんな雰囲気のところです。私はスキーやスノーボードでしか来たことないのですが、ここはこんなに緑が生えているところとは知りませんでした。ちょっと知らないことを知るっていうのは嬉しいですね。なんでしょう、これはなんか赤い葉っぱの生えた草が生えてますね。この辺は山菜なのかな、ちょっと違うと思います。そしてこちらヨモギです。これは草もちの元になるものですね。草もち食べたことありますか皆さん。私は草もちが大好きです。わかりますか、ヨモギといっていい香りがします。これをお餅と一緒に練り込むと緑色のお餅、草餅が出来上がるんです。本当に広いこの草原みたいな感じで、私はまるでまだ行ったこともないですが、
北海道にいるみたい。下の方では見て、町が見えます。これが長野県伊那市の町です。緑に囲まれた家々は夜になるとライトアップされ、宝石を散りばめたようになります。そしてあちらの方では少し見えますか、薄ピンクの山桜が咲いています。まだこの時期桜が咲いてますね。そして緑の木々がすごく気持ちよさそうに日の光を浴びてます。そしてロープウェイの下はどういう風になってるのでしょうか、ちょっと行ってみましょう。ここがロープウェイの下です。ここを私たちは登っていくんですね。連れられて山頂まで延々と続きますね。そしてこちらの方では森があります。大自然に囲まれたスキー場、冬はスキー場、夏はこの景色、気持ちがいい。そして大自然のところではいいこといっぱいありますね。癒されます。それでは皆さん、今日は伊那市の伊那スキーリゾートからお届けしました。それではまた明日、 See you。いかがでしたか。すいません、私訂正しなければならないことが、ロープウェイと大きなことを言ってますが、リフトです。大変失礼しました。あー確かにそうなんです。それで笑い出したのね、隣でね。そうなんですよ。何をやってるのかと思います。しまったと思って、あの撮影してる時は全く、あのその、ね、間違いに全然気がつかなかったんですけど、今聞いたら、あ、しまったと思って。私ね、だから編集の時の音を聞いていて、はい、何って言ってたのに、駒ヶ根のロープウェイでも行ったのかなとかね。そうですよ、はい、勘違いしました。このね、伊那スキーリゾートなんですが、はい、最近ね、でも本当温暖化っていうものが進んで、まあ、子ども地球サミットの還元に関係するんですけどね、このエコ考えながらね、ちょっとね、うん、もうちょっとね復活させていきたいなと思っているんですが、はい、うん、雪がね、なかなかね、こう昔はすごく、ちっちゃい頃だったからかな、あの膝上までしっかりと積もっていたんですが、最近はね温暖化でなかなか積もらなくなってしまいました。ただあのしっかり積もるところもあるので、ぜひぜひちょっと長野のお立ち寄りの際はね、冬場はぜひスキーへスキーなど持って、うん、ぜひ来てください。で、今回雪のないスキー場もね、なかなか面白いもんだったんですよね。本当にね、私北海道とかちょっと行ったことがないんですが、牧草みたいなこう広い広大なね、その青い一面新緑が生えていてね、すっごい良かったですよ。すっごい良かった。はい、はい、で実はね、あ、うん、その今のバ散歩にまつわりだ、はいはいはい、タイムラインをご紹介を、あ、はい、と、はいはい、でん、はい、清水 P がですね、どれを読もうかずっと迷ってますね。あ、そう、じゃあですね、はい、スキー始まったことから、うん、はいはい、スキーやるけど伊那スキー場行ったことないです、はい、牛を放してあげれば草がいっぱいで牛が喜びそうと、純ラブナンバーさんでしょ。私ね、本当に北海道行ったことない、また同じこと言うけど、北海道行ったことないけど、本当にね、北海道みたいな感じ、イメージ映像でしか見てないけど。それでも私笑わせてもらいました。なんで北海道みたいっていうことは、北海道を知ってる人が言う言葉なんだなと思うと、いや、よく映像では流れるじゃない、こう、ね、牛が横切ったりとかして、こう、はい、一本道のところを、はい、横は本当に牧草だったりとかねするじゃない、うん、あれをみたいな感じ、イメージ的には行ってみたいなと思ったんだけど
あれダメ。おかしいなと思った人が多分ね何人か今ねいると思うんだよね。そう、あ、こうちゃんさん、はい、長野県はスキー場多いですね、はい、また滑りたいですって、いや、はい、来たことあるんですか、ちょっとぜひぜひ本当にね、うん、山の方とかね、多分ね、白馬とかの方に行ったんだと思うんですよね、有名なね、うん、うん、そういうところはいいですよ。あとはよもぎの話とか結構出てた。あ、そうなんですよね、うん、私ねよもぎ餅、あの草餅とかってそういうのも大好きなんですが、そのね材料となっているよもぎという草なんですが、それをねあのお餅のお餅米と一緒にすりつぶして、で緑色のお餅になるんですけど、すごく美味しくていいお餅なんですよね。でそれはタニアさん、よもぎ生は苦すぎと、生では食べたことないですね、さすがに餅と一緒にしか食べたことないので。そしてみこ0773、保育園の子供たちとよもぎ摘みをしたおやつに食べましたと。いいですね、保育園の子供たちとなんか交流があるんですね、いいですね。私もちょっとそういったことをやったことがあるんですが、なかなか子供たち本当に可愛くて、もうねすぐ寄ってきてくれてね、おんぶおんぶ抱っこ抱っこ、これ可愛いですよ。私曲がるさぎさんのこの今日は総デビューですかって、もう10分ぐらい前のつぶやきなんですけどね、ええ、ソロデビューですか。そうです、カミカミソロデビュー、はい、なんか本当ね、私ユーストの最中にね、クミさんから電話が鳴る率高いね、はい、高いですね、はい、全て取ってるわけじゃなくて、たまには取らない時もあるんですよ、取らなくても鳴ってる時があるんですけども、今日はねたまたまその29日の件のご連絡だなっていうのが分かったので、そう、ね、そう、一回ひでに私も連絡取ったので、そうですね、そうなのでですね電話を取ったんですけども、まあ、今回またよろしくねって話をしてたんですけどね、今のこのユーストの最中にわざわざ電話かけてきて何の会話をしてるかというと、この間のオートイランさんが出てたやつと一緒にクミさんが舞台に立ったやつがすごく良かったんだよと、はい、キャバがね割とねそんなに大きい何千人のところではないところでやったみたいで、もうすぐにチケット完売しちゃったんだけども、来ればよかったのに、じゃ行くよって言った時にはもう完売してたんですよ。早く行ってよ、亡くなる前に。そうですよ、そう、行き逃しちゃいました。でこの間のアンナ純さんの時のも、はい、行き逃しちゃいました。行き逃したですよね、はい、あの時は打ち合わせが入ったんですよね。スケジュールが入りそうだったんで、ちょっとこう駆け引きをしながら引っ張って引っ張って、よっしゃ行くぞって決めた時にはもう完売。そうなんですよね、完売。ちょっとねタイミングがね上がった。なのでね、またねおすすめの公演があった時には声かけてくださいねって言ってますので、またそんな時にはねこのユーストでもご紹介してもいいですね。はい、はい、ね、はい、と思っています、はい、でそれが今回ですね、本当は2泊3日ゆっくりしていただきたいなと思っていたんですけれども、うん、かなりねいろんなところからいろんなアポイントの話があったみたいで、公演だとかそういう話があったみたいで、お忙しい方ですからね。そうなんですよ、うん、でなのでいつもだったら休んで翌日に帰っていただくとこなんですけども、うん、今回はね夜中に向こうに着くようにもう夕方には出てるようなスケジュールをちょっと組み直して、さっきのことは忙しいですね。そうなんですよ、でも翌朝あんまり早いのもかわいそうかなと思って、うん、はい、そうですね、はい、でねなのでね交流会はまたクミさんがゆっくりしていただけるときに、うん、本当に飲んで崩れて皆さんと好き放題やっていただけるときに来月6月に、はい、もう一度再調整してやりたいなと、はい、はい、思っています。はい、はい、まあ、オーディションのね今回審査の部分でお願いしているので、もともとはい、その方式の方ね、ちょっとしっかり目を向けてほしいですね、はい、そうだね、うん、っていうと子どもたちがまたプレッシャーになるんで ね、はい、まあでも頑張ってもらいましょう。そうですね、はい、クミさんもいるということで、はい、だってなかなかね見ていただける機会ってないと思う。ないない、見てもらいたくても、そう、うん、というところで、まあ、今回は演出家の方もいて、うん、で舞台監督もね、そう、舞台監督もいて東京から来て、うん、で演出家の伊藤さんも見てくれて、はい、っていう環境の中でこの子ども地球サミットの役者およびダンサーのオーディションが行われるので29、30ですよ、はい、もう結構ね私たちもドキドキしてます。子どもたちがどんだけ練習してくるのかなと、ね、そう、どんな子が来るのかっていうのがすごく楽しみですね。私はそうだね、うん、うん、はい、すごく緊張してくるんだろう ね、きっとね、はい、楽しみです、はいはい、そんなことで私ねソロデビューさせたい気も山々なんですけど、まだまだね早いかなとあれだけ噛んでたらね
もうちょっと噛まなくなったらにしようかなと。そうですね、ここでこそこそと実は打ち合わせを先ほどしたようなしないような、はい、はい、そんな状態であります。で、先ほどからね、長野、はい、長野のスキー場のね、うん、話がねいっぱいねツイートしてくださってね。本当だ、はい。で、曲がるうさぎさんはスキーは長野しか行ったことがありません、はい、長野の雪はね本当にねパウダースノーでねすっごく気持ちがいいんですよ。転んでも痛くないです。はい、長野と新潟もまた違うの？新潟もねパウダースノーのとこもあるんですけど、うん、あ、新潟はね特にねパウダースノーかもしれない。すごくね、うん、急斜面が多いんですよね。で、長野は長野も急斜面が多いんですけど、特にね、はい、あのこう山間の山間で、あの、うん、山間を行くみなんていうんですかね、コースわかるかな、うん、林間コースっていうのかな、うん、そういうのがねいっぱいあってね結構面白いんですよ、うん、長野のスキー場は。私これ読めないんだけど、なんて読むの？つがいけ。つがいけ、うん、へ、白馬、つがいけ、八方、まだらお、白高原は違います。違いますか？全くそうです。違うの？そうです。よく知ってる。あ、一緒なのね、うん、長野、長野です。へ、しっかり長野です。よく知ってますね。どっぷり長野です。はい、パウダウスのパウダブスノーですね、はいはい。そして、はい、ミコ077さん、私、はい、仕事は保育士ですよと。 ありがとうございます。あ、そうなんですか。先ほどね、私ね、いいね、うん、子供たちがそう、そういう風にあの会う機会があっていいですねって言ったら、うん、その保育士さんだったら毎日のようにやってますよね。大変失礼しました。あそこのくだり私聞き逃してしまった。もったいない、はいはい、あ、保育園の子供たちとね。あ、そういうことね。そう、おやつに話したと。そりゃそうですよね。そりゃそうですね、はい、はい。ではですね、せっかく私ちょっと気分がクミさんなんですけど、はい、クミさんをご紹介させていただいちゃってもいいですかね。いいですね、はい、はい。ではですね、その29日にお見えになる田島久美さん、うん、はいはい、ユーストの方は、ちょっと時間22時かということは遅いですけれども。そうですね、久美さんお酒好きだからね。まあ、いてくれてもらいましょう。やったー、はい、出てもらいましょう、はい。というところでですね、田島久美さん、はい、ちょっとご紹介したいんですけれども、はい、昨年のミュージカルの中から、ごめんなさい、一昨年のミュージカルで子ども地球サミットの公演の中で、はい、彼女が歌ってくださった曲、マイナスダンス曲があるんですけれども、あの曲ね、いいね、はい、はい、うん、本当にもう大好き、何遍も何遍も聴いてもね、結構いろんな方が涙を流す曲なんですけども、ぜひ聴いていただきたいと思います。はい、はい、マイラストダンス、田島久美さんが歌っています。どうぞ。マイラストダンス。ダンスシューズ履いた日から踊ることそれだけだった。もっと高く、もっと強く、誰よりも軽やかに。明かりの消えた稽古場で一人っきり汗を流した。いつから糸浴びる日々を心に描いて、何もいらない、踊れたらそれだけでいい。喜びも悲しみもダンスの中に溶けてゆく。忘れはしない、こみ上げる涙をこらえ、愛を込め。いつまで踊り続けるの？きっと命終わる日まで。いいえ、命終わったとて踊るでしょう。 It's dancing spirit。 思い出せば限りもなく蘇ってくるダンシー。
いつの時も仲間たちとあなたたちがいた。旅立ちの時訪れて別れのメロディー流れ出す今この時、心を込めて踊るだけ。忘れはしない、込み上げる涙をこらえ、愛を込めただひたすら踊る。 This is my last dance. いい曲ですね。なかなかね、これね、やっぱりこういろんな経験をしているこの田島さんが歌うからこそ、こういろんな人に伝わるのかなっていうようなね気がするんですけどね。なかなかね、この苦労とかそういったね自分の経験をこう歌にするっていうのはね、歌にして伝わるっていうのがね、またね素晴らしいことだなと思いますね。毎回これちょっといいな、やっぱり。そうですね、この曲は、彼女の宝塚歌劇団の対談公演の清掃と平和の時に、その今の理事長の上田真嗣さんからプレゼントされた曲なんですよね。そうですよね、はい、まあ、ご紹介してるんですけどね、はい、素晴らしい、本当にね、はい、いい曲ですよ。はい、です、はい、ではなかなかね、この、久美さんとね会う機会がね、もうあれから、結構経ってますよね、応援団発足会からね。2月、うん、1月の29日、1月の末か、うん、そう、はい、もう半年は経たないけど、もうそのぐらい経とうとしてますよね、うん、あの時はまだ長野県にはすごく雪がいっぱい残っていて、田島久美さんも、うん、うわー雪って言って喜んでね、うん、いたんですよね、子供のようにはしゃいでたんですけど、うん、はい、彼女が好きなところ、長野県の、その彼女が長野県で好きなところは、うん、やっぱり子ども地球サミットの開催地である、まあ、ところはもちろんなんですが、美しが原高原というところにね行ってみたいなっていうことね、前にねつぶやあの言っていたのでね、今度はぜひ連れて行きたいなと思ったんですが、なかなかねスケジュールがね合いそうにもなさそうですね。あ、で前行ったのはどこ？前はね、うん、その前の車山高原っていうところですね。向けて車山高原車山高原ですね、公園に来たけどもちょっとそう、はい、車山高原に行ったんですけど ね、はい、うん、もうちょっと、ね、登るとね、あの美ヶ原高原っていうところなんですけどね、はい、まあねすごくね綺麗なところでね、で富士山もあの時たまたま見えたんですよね、うん、私今年も子ども地球サミットにもね、うん、ちょっとね希望をね見出したんですけどね、富士山を見るなんて、私ね長野から見れるなんて知らなかったんです、実は。天気がいい時はね、うん、知らなかった。埼玉の方からも見えるんだよね、それも知らなかった、うん、全然見える多分、うん、あのそのね山梨とかこういったねあの、うん、まあ、富士山がまたがってる県にの、うん、からちょっと近いところとかはね多分ねすごく見えるんだと思いますよ。びっくり、初めてです、うん、あ、ルキさんはですね、田島さんの思いが伝わってきます、はい、感動です、あ、ありがとうございま す、はい、嬉しいですね、はい、ただヨンクロさんもね、子ども地球サミット使われる曲はどれもいい曲ばかりですねと、嬉しい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、はい、そして演出家の糸さんが打ち合わせから戻ってきました。おかえりなさい、お疲れ様でした。はい、その、はい、田島さん、はい、田島さんのご紹介といえばもう一つね、私ね今日ね、見ていただきたいのが、明日はきっとやってくるね、はい、あのあれもね、ね、オリジナルなんでね、うん、今ねあのどの曲もいい曲ばっかりですねって言ってくださってるんですけども、この曲は、子ども地球サミットのオリジナルではないんですね、うん、で今からそしたらご紹介する曲が、子ども地球サミットのオリジナル曲、明日はきっとやってくるという楽曲ですね、はい、はい、
まあ、あの曲はね、うん、あの出来上がるまで完成するまでにね、うん、あの作詞をしてくださってね、伊藤さんがね、うん、一生懸命一生懸命考えて、うん、ああでもないこうでもないと、すっごい頭を悩まして、うん、これがあの、うん、ねミュージカルのエンディングにでもなるんだからということでね、すっごく頭を悩ましてたんですよね、うん、どういった歌詞にしよう、うん、でそれに対して曲をつけてくださるその相沢さんがね、そういったねあの経過を見てるとね、本当にねあのこう生み出すっていうの、このミュージカルからこの曲を生み出すっていうのがね、あーなんかすごいなと思ってね、そういうことができるのってやっぱりね、うん、こう能力っていうよりもね、持って生まれたこうものだなと思ってね、感性なんだかいいなと思ってね、私もそういうの欲しいなと思ってせめて何か能力欲しいなとあれ生きてくるか、うん、はい、じゃあご紹介をもう一度、はい、はい、それでは、明日はきっとやってくる映像を見てもらいましょう、できますかね、はい、それではどうぞ。このエコミュージカルのテーマソングとも言いましょうか、明日はきっとやってくる、聞いてください。別の街で暮らしてきた、それぞれの空を見つめていた。今日ここで出会えるとずっとずっと続けてきたの。道端に咲く花が違っても、風の匂いが違っても、二人を包むオレンジ色の空はたった一つしかない。太陽西へと帰るように私はあなたの腕の中で静かに眠る。夜が明日を隠しても太陽
がとうございました。みんなも本当に頑張ったわね。ありがとうございました。それではもう一人ご紹介したい方がいらっしゃいます。もう先ほど一部で素晴らしい歌声を聞かせてくださいました。今回の特別ゲスト、雪村いづみさんです。ありがとうねした。では雪村さんから一言ご挨拶いただきましょう。もう本当に今日はこんな素晴らしい素晴らしい会にお呼びいただいてありがとうございました。感動的でした。本当にありがとう。また呼んでね。私じゃないんですよ、先ほどのプロデューサー、そしてまた演出の糸さんかな。あら、ちょっとお花がなんか届いてますけれども、いや私にまでですか。まあありがとうございます。頂戴します。ありがとうございます。ねえ、素晴らしい。みんなにも差し上げたいわね。あ、また、まあどうもありがとうございます。ありがとう、どうもありがとうございます。じゃあこれみんなで分けてください、ねね、では皆様本当に長時間にわたってこのように皆さん聞いていただき、見ていただき、そしてまた一緒になって感動していただいたこと、心から感謝申し上げながらお別れをしたいと思います。また来年お目にかかれますことを楽しみにしております。いかがでしたか。オリジナル曲なんですよね、はい、この明日はきっとやってくるっていうのも、うん、子ども地球サミット2009の時のねオリジナル曲なんですが、はい、はい、ただよん工藤さんがね、はい、先ほどあのすいませんでしたった、別に大丈夫なんですよ、うん、はい、田島さんの曲もすごく良かったです、ここに響きますと、響いてきますね、はい、そうなんですよ、はい、そして金髪さんがね明日はきっとやってくる、もうそうそうタイトルも覚えてくださって、ね、ありがとうございます。そしてそのうちねみんなで口ずさめるようになりますからね、うん、はい、はい、で一応演出家の伊藤さんからですね、うん、これはプロフィールちょっと添えてくれてるのかな、うん、田島久美さんは宝塚歌劇団の花組組長25年、あ、宝塚歌劇団を25年やってあげて、花組組長もそのうち何年か務められたんですけど、ね、うん、はいはい、で参議院議員も一期務められたと、うん、でその上でですね、あの舞台の方が影響力があるとアーティストに引き去りましたと、はい、まだこの世界に戻ってこられたんですよ ね、うん、あの、はい、ちょっとこう言っては申し訳ないんですけど、うん、やっぱりね固いところでこう、うん、話をするよりもやっぱりね皆さんに伝わるようにこう、ね、舞台の上からこう、うん、お客さんに向けて発信する方がねやっぱりね分かりやすかったりとかしますけどね、私はね、あ、うん、彼女はねどちらかというと、うん、結局その力で変えていくっていうよりも本当にこう感動とかで変えていくというか、うそういう道を選んだというかですね、うん、はい、そういった意味合いですね、はい、意味ですね、はい、 そしてね、はい、46810さんがね、はい、大きな舞台なんですねと、うん、うん、
確かにね、今回もあの前回前々回とそうなんですが、うん、小学校の体育館を、はい、ちょっとね張り出し舞台というものを使って少しステージを大きくしました、うん、あの通常の舞台、はい、あの学校の舞台ありますよね、うんうん、その舞台の手前に大きい舞台をさらに作るんです、うん、そうなんです。でイントレというタワーを左右に立てて、はい、そこからこう何ですか、上式膜をそうするためのワイヤーをね、はい、ワイヤーを張ったりだとか、うん、ものすごい大層なこといろいろしてくれてですね、そうなんですよ、ユーズスタッフが、はい、でそこでもねやっぱりね、うん、知恵が飛び交うんですよね、うん、あの普段経験しているそのねやっぱり舞台での知恵をね、うん、フルに出してくださってね皆さんね、あなるほどねって思うところがね多々ありましたけどね、結構見てると面白いんですよね、面白い、そうワイヤー一本張るのでさえ手すりがその荷重に耐えられるかとかってい そう話をしてるわけですよ、そうなんですよ、結構面白かったですよ見ていて、はいはい、まあプロの世界です ね、はい、ね、あの皆さんね結構ね、うん、あの表舞台にしか見てないけど裏舞台はねなかなかね面白いんでね、こういった機会、そう舞台裏もねバックステージっていうんですかね、そういうところはね、はい、結構楽しいのでね、はい、もし見たいのであれば、はい、ボランティアスタッフとしてぜひ来てください、はい、そうですね、はい、はい、あ先ほどのまた演出家の方がですね、本来ならば政治家もアーティストも科学者も宗教家などなども、はい、一緒に未来を作っていけることが理想ですがと、はい、はい、田島久美さんはねまあねその形で、うん、政治家は使いなさいと、ええ、はい、言いますからね、言ってるんですけども、はい、うん、それも本当に経験された彼女の言葉だからこそ、はい、すごくこう響くものがあるんですけれども、まあ、多分本当の意味ではこう全てが一緒になって取り組んでいけるのが一番理想なんでしょうね、うん、ですね、はい、難しいですね、次なんですね、はい、エンジョイ765さんがね、はい、会場が一つになった感じで素晴らしいです、うん、確かにねこのね会場が一つになったっていうこともあるんですが、はい、今回ですねあの昨年のミュージカルでは、うん、本当にお客さんも参加してもらえるように、うん、あのお客さん参加型のミュージカルをね、はい、披露したんですよね、うん、であの皆さんにねエコバッグというものをねお配りしたんですが、うん、その中には、うん、うちがあの発行しているキッズステーションという新聞タブロー用紙 と同時に、チラシとあとは花と、うん、あとはね演出のね、ね、演出よね、なんていうのこれライトペンライトみたいなもの、そのパキンと折るとちょっと光るやつ、ね、うん、はい、あれをねちょっと仕込んであげてで、はい、ねその歌の最中に花を刺しに舞台に上がってくるっていう場面があるんですけど、うん、そこがね本当にねお客さんと舞台とかね一体化するような感じだったんですよね、うん、ぜひぜひねそういう場面もね見せていきたいなと思っています。カツラ覚えてる？カツラ。カツラね出ましたね。今回ですね演出家の方がね、うん、ぜひ仕込みたいものがあると、金髪のカツラをね仕込みたいって言って昨年ね、そう、あ今回かと思う、あ違います、昨年ので、はい、そこで忍ばしてもらったのが、はい、エコバッグの中に忍ばしてもらったのがカツラをね、はい、4、5個、金髪のカツラね、4個か5個うん忍ばしてもらいましたよってこともありましたね。ありましたね。はい、とても楽しかったですよね。そして、はい、楽曲あなたはとても大切な演出家のごめんなさい伊藤さんですね、うん、楽曲、はい、あなたはとても大切な人を新曲として今年発表しますね、他に数曲ありますがと、どんなメロディーになってくるのかね、すっごい楽しみ、はい、で、はい、今年もねあの 4UK ミュージックさんにはね、うん、あの皆さんに覚えてもらいたい、もらいやすいようなねそんなメロディーにしてもらいたいですね。うん、歌詞をきちっと見てねそこにこう、ね、きちっとメロディーを乗っけてくれるので楽しみですね。はい、はい、はい、とてもとてもというところでですね、あ、はい、あキムチいいですね、ね、はい、そうね、はい、はい、ではですね、ここで今年、まだまだ実は、応援団、うん、とボランティア、うん、まあ、応援団ですね、うん、をやっていただければボランティアができるんですけど、スタッフとして参加できるんですけれども、はい、それも募集してますね、はい、それはずっともう本番まで、はい、ずっと応援団募集してますので、会場に来ていただいても書けるようにはするんですけれども、はい、ぜひぜひその前に事前に申し込んでいただいて、そうですそうです、6月に行われる交流会にも参加していただきたいなと、ね、そうなんですよね、うん、結構ね、はい、皆さんね、うん、応援団に入ってくださると団員証っていうものがね配られるんですが、うん、それをね結構気に入ってくれたりとかしてますけどね、うん、はい、嬉しいことに子供でもねもらえるという、はい、そうです、はい、はい、なんか大人だったらお財布の中
肌身離さず。そう。もうね、全部一緒ですね。うん、トイレも一緒。はい。はい。一応ですね、応援団長、先ほどの田島久美さんが初代の応援団長なんですけれども、はい、初代応援団長の田島久美さんと一緒に、子ども地球サミットを盛り上げましょうと、はい、対象者は老若男女、応募資格等は一切ないです。そしてまた入会無料です。団員証配布しちゃいますね。はい、しちゃいますよ、はい、これね、はい、赤いチラシなんですけど、これ、はい、ホームページからダウンロードできますので、またホームページの方もご覧くださいね。で、それになるとですね、その応援団に入っていただくとですね、当日にボランティアスタッフとしてですね、うん、舞台の関係だとか、はい、私たちの方のプロデュース側のお手伝いもそうですし、ボランティア、そして通訳、うん、ホームステイなどの協力とかですね、できます。はい、できますって言っていいのかな、はい、やりたい方はぜひぜひ募集しています。はい、はい、うん。で、炎上さんのところには送りましたよね、うん、はい、はい、大丈夫ですよ、はい、送ってます。韓国ね、うん、いつだろう、まあ、でも結構前よね、1週間くらい前ですかね、送ってますね、はい、うん、あの白い封筒に資料と一緒に送らせていただいてます。はい、うん、少しもうじゃ、はい、でも韓国だから近いから、まあね、そんなにかからない、はず。あの、シンガポールの時にもちょっとタイミングあれって遅かったかなって思った記憶はある。あ、本当、うん、じゃあ、多分、うん、住所がさ、あの申し込んでくださった住所が間違っていなければ、うん、そのまま届くはずです、うん、はい。英語と漢字が混ざってたね。そうですね、それがいけなかったのかな。あれ、大丈夫なんじゃないのかした。大丈夫ですよ、ね、あの両方大丈夫っていうことを調べた上で送ってます。はい、はい、ということで、はい、じゃあちょっともうちょっとだけ待ってくださいね。はい、楽しみにお待ちください。はい、はい、小籔さん、お疲れ様です。今から参加してくださってありがとうございます、ね、あの、はい、一昨日ですね、あの小籔さんも一緒にイン楽園でちょっと参加してくださったんですが、昨日はね、うん、あのいろんなね、うん、国の言葉でねツイートしてくださってね、うん、本当にありがとうございますね。すごいなと思って、これあの初歩的なことを聞いてしまうけどね、うん、あのやっぱり挨拶はいろんなね、いろんなところを回ってる方なのでね、うん、やっぱりいろんな国のね言葉をね話されるんだろうなと思います。またね、ちょっと私にも教えていただきたいなと、特にフランス語を教えていただきたいなと思ってます、うん、フランス語、フランス語、すごい、頑張ってみたいですね。はい、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 そしてイスカの方から、現在応援団がですね300を超えたあたりなんですけども、はい、本番までにですね1000人を目指していますので、続々と募集しております、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、で少し戻ってですね、またこれイスカの方からなんですけどもですね、はい、クミさんがオーディションの審査員として来られるときはキッズ TV に出演するの、この23時のことですね。あ、はい、はい、いつ何時からエコブルームとのコラボあるのと。これがですね、30日はごめんなさい、ダメになってしまったんで、はい、ダメになってしまったというか、翌日のためにその日はもう、うん、帰っていただいた方が安心かなと思ったのでですね、はい、29日ですね、夜で、はい、で、カクカクな状態ではお届けしたくないので、はい、まあセッションできるかな、どうかな、はい、うん、その辺ちょっとまた、うん、詰めようかな。そうですね、29バンドさん、うん、はい、はい、またいろいろと交渉してみたいと思います。バンドさんとエコブルームの方々と、はい、田島さんと、はい、沢プロデューサー交渉術出ます。はい、はい、そこで調整してみたいと思います、はいはい、またね、内容が決まりましたら、ね、お届け、お伝えし、そうですね、ツイートとかでね、あの、うん、常にね、はい、お届けしていきたいな。はい、はい、あれ、小籔さんって、小籔さんっていろいろ喋れるの、調べているの。いや、喋れると思いますよ、彼は。あ、そうなんですか、はい、先輩さんがね、そんなこと言ってたのに、うん、あ、そうなんですか、ええ、ですね、はい、はい、あ、ただよんくろうさん団員になってくださったんですが、団員賞届いたそうですね、うん、ありがとうございます。うん、はい、はい、世界勝率3位、すごい、26人、はい、本当だ、ありがとうございます。ありがとうございます、教えてくださって、曲がるさぎさん、 いつもねサポートしてくださるので、うん、ありがとうございますね。え、はい、最近ビューは iPhone、 私これあんまり見てなかったかも。うんうん、あ、本当、うん、これはすごい、うん、はい、ありがとうございます、はい、あ、そしてルキさんがですね、ボランティア参加してみたいですと、舞台を見ていただいて、ぜひぜひ、応援団入ってました、うん、あ、入ってます、入ってました、うん、あ、ありがとうございます、彼女入ってくれてます、はい、はい、
じゃあまたですね、はい、その辺も、日程なんかね、大丈夫な日程なんかお聞きしながら、うん、はいはい、いろいろとお手伝いしていただきたいなと思いますので ね、 ね、はい、よろしくお願いしますね。ぜひぜひ。はい、そしてね、6月の10日までもうぼちぼちあと10日間ぐらいですね、うん、サミットに参加した人集まれということでですね、子どもたちの募集してるんですよね。はい、この今年の子ども地球サミットは7月の30日から8月の1日、金曜日か日曜日ですね、ごめんなさい、はい、の2泊3日で行われます。で、対象がですね、小学校の3年生から6年生で、海外からの子どもも来るんですけど、シンガポール、カザフスタン、台湾、中国、インドネシア、エジプトなどを予定しているんですけれども、はい、日本の子どもももちろん募集しています。で、そこでですね、この子どもたちにやっていただくこと、うん、自然探検をしていただいたり、はい、野菜の収穫をしていただいたり、はい、であとは地元の大学、信州大学、国立大学さんですね、うん、はい、の、 あの学校の方と、あとまあ生徒さんもいろいろという去年もプラン練ってくれたんですけども、そのような交流もあったりとか、でそこで自然の体験をするんですね、うん、とかですね、今年は巣箱の制作をちょっと考えてるんですけども、はい、エコバッグとか巣箱とかそういったものの制作ですね、子どもたちに作ってもらったりとか、うん、何よりもね、はい、子どもたちが楽しかったのはやっぱりね、うん、お友達がいっぱいできてね、いろんなね、うん、話ができたことだったみたいですよ。そう、やっぱりね、確かにこっちで作ったプログラムも楽しいことは楽しいみたいな、楽しかったみたいなんですが、うん、何よりもね、やっぱり今でも交流している友達がいるっていうことがね、一番いいことじゃないかなと思ってね。そう、はい、この今のプログラムっていうのがですね、まあ、うん、アイスブレイク的っていうんですかね、子どもたちが交流をするきっかけになるように、うん、っていうような組み方はしていますね。でその後にですね、舞台に上がるためにダンスのレッスンとか歌のレッスンとか、はいはい、するんですけれども、そこでね、ぐっとね、国境を越えて言葉が通じなかった子どもたちもぐっとね、仲が良くなるってことが昨年実証されたので、 その辺がまた今年すごく楽しみですね。はい、そして、ミュージカルの本番の前にサミットと言われるね、子どもたち同士が、はい、エコについて話をしてもらって、今日からできるエコ活動を決めてもらいますね、うん、はい、そうなんですよね、はい、それも、うん、皆さん地域によってもゴミのこととか本当に皆さん違うことをやってますし、違う考え方を持ってますし、国をまたぐともっと全然違うことを考え方が違ったりするので、そういったところでね、子どもたちが本当に楽しそうよね、うん、とにかくね、なんかね、うん、本当に新しい発見をしながら、子どもたちが楽しみながらそうやって話をしていくとね、うん、でやっぱり最初の頃とかね、全然言葉が通じなくても本当に身振り手振りで、うん、君の国はどうなのとかね、うん、いろいろ聞いてる姿を見るとね、うん、あ、やっぱりね、言葉は話した方がやっぱりよりはいい、よりいいんですけど、うん、でも子どもたちにはね、そんなことは全く関係なくて、うん、もうとにかく身振り手振りでね、伝わればね、本当に相手の方も返してくれるっていうね、そういったことがから始めていけばね、私本当にね、いいと思ってるんですよね。そうですね、うん、手紙とかはね、もう本当にその次でもいいですし、うん、覚えようと思ったら覚えられるはず、絶対に楽しみながらね、はい、うん、結構ね、私ね、そのサミットをしている子どもたちの顔つけが大人に見えたんですよ、うん、こう真剣に、本当にね、映像でもあるんですけど、サミットをしているシーンっていうのがあるんですけども、本当に真剣そのもので語っている姿というのがね、素敵だったなと、はい、本当にね、うん、ああでもないこうでもないだったからね、うん、これはどうこれはどうとかって言ってましたからね、はい、うん、で海外の子供もね、通訳の方に一生懸命、うん、一生懸命こう伝えて、日本の子供に伝えてもらうように伝えている姿がね、やっぱり、ね、素敵でしたね、素敵でしたね、はい、はい、またそのような映像もね、はい、はい、見ていただきたいと思うんですけど、さあ、ね、また今日ではないんですけども、うん、見ていただきたいと思います。はい、はい、でそのサミットの募集がですね、なんと6月の10日の水曜日まで、はい、もう間近ですよ、うん、そうですね、はい、もうあと15日ぐらいね、え、まあ、今回募集期間自体からすごく短いんですけれども、その中でももうすぐに締め切りがしなってしまっているので、はい、はい、なので、ホームページの方ですね、見ていただきましてですね、はい、この赤い、ね、チラシが、ね、はい、見えたら、ね、はい、その下に、ね、クリックするところがありますので、はい、ぜひそこをクリックして、はい、子どもたちの募集を、はいはい、お子様ぜひぜひ参加させてみたいなという方、はいはい、今年ぜひ実現してみてください。で、はい、これもね、定員になってしまったらね、締め切ってしまうので、お早めにどうぞということで、はい、はい、で手前の方どうですか、はい、はい、うん、あ、小籔さんがね、アメリカの南部はハウディいただいた、
あーなんかいろいろいろんな言葉は知ってますねやっぱりねすごい。伊藤さんからですね、ボランティアの方も打ち上げ参加できますよ、めちゃくちゃ派手な打ち上げですと。確かにそうですね、はい、あの 4UK ミュージックさんがね他のところでもねちょっと紹介してくださったんですが、やっぱりねこうやることが派手だと、そうとにかく派手だとと言われるぐらい、なのでそれはついつい言ってしまうとね、うん、今年はユースターのユーストでまた一部放送できるかもしれないんですけども、去年まではそれ伝える術がなかったので ね、 参加した人しかわからない、はい、なので参加皆さんこぞってしてくださったんですけども、今年はでもね生とまたカメラを通して違うと思うので、はい、ぜひぜひ生で参加してください、ぜひぜひ、はい、はい、そしてマサニーさん登場しましたね、ありがとうございます、おかえりなさい、はい、おかえりなさいですね、はい、あ、4681さん今日はこれで失礼しまするめしまするめ、はい、お仕事ですかね、しまするめ、あ、もうそんな時間ですね、うん、はい、平日はねあまり長引かないように、そうなんですよね、はい、うん、ここかけてますけども、はいはい、ぼちぼちですね、はい、そうですね、はい、ではそういったところで、はい、じゃあ番組のお知らせで、はい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 、分かりました、毎日22時からこの子ども地球サミット広報番組、はい、2010これずっとあの続けてますので、うん、本番までねしっかりね皆さん随時、はい、新しい情報をねお届けしていきたいと思って毎日やってます、そして散歩毎日やってます、ぜひ見てください、はい、はい、そして5月の28日13時からキャロルズイングリッシュストゥディオ、これは私たちトリニティが、うん、子ども地球サミットの、うん、本番までにしっかりと英語を学べるように、キャップが教えてくれます、それでは、はい、以上です、はい、あ、28日の英語ですね、はい、頑張りましょうね、いやー勉強しないと、そうですよ、アーカイブ見て、ね、はい、練習しないと、はい、次こそ本当にやっていかないと、そう前回ね単語をね覚えてなくて結構ねあの子ども地球サミットの今年の舞台で挨拶ができるようにとその英会話をキャルが教えてくれたっていうんですね、うん、でそのために教えてくれている単語結構難しい単語があったりするんですよね、そうなんですよね、はい、普通の生活では多分使わないであろう言葉とかも、うん、このイベントに合わせたような単語を教えてくれているのがまた難しくて勉強しないと覚えられない、あのね、はい、海外の早口言葉ベタベトベトベトブンドみたいなね、あれ私まだね言えてないんですよ、はい、うまく言えてないんですよね、はい、はい、なのでそちらもねまた皆さん一緒に見ていただければいいなと思っています、うん、はい、テキストダウンロードできますので、はい、ぜひぜひ一緒に参加しましょう、はい、スタートラインはねそんなに大して変わりがないので、はい、皆さんと、え、皆さんの方が上なのかな、頑張りますので私皆さんに追いつけるように、はい、はい、です、あ、でこれはどうしようかな、ただよんくろうさんがですね最後ですね、うん、タイムラインじゃ最後に、この子ども地球サミットはいいサミットなのに他の都道府県や、市区町市区村長市区総長さん調査ですね、うん、はい、やらないんだろうと、でも、ね、あ、お話は ね、はい、ありますね、うん、ありますけども、これね長野から世界に発信していることに面白みがあるけど、はい、東京からでないところが私すごく自分で好きだなと思ってるんですけどもだってはい、以前にですね、あの、うん、宝塚歌劇団の OG の方をこう台湾に連れてったことがあったんですけども、その時にもこう中国の面を気にせずに台湾に連れていけたっていうのは、うん、やっぱり東京だったらねできなかったんじゃないかなと、そうですね、はい、うん、そういう多分政治的な絡みみたいなものも多分長野だからあまり関係なく、うん、まあ私たちがやっちゃってるっていうところもあるかもしれないんですけども、はい、まあ、中国の子供台湾の子供って呼んだりとかってそういうこともね、はい、本当に実現していきたいなと思っていますので、はい、なのでねこれは長野県でいいと思います、素敵だと思います、はい、はい、そして、はい、伊藤さんからですね、はい、今年はサミットの期間中もキズ TV 放送しますよ、レポーターのキャルの里江さんにもお手伝い願います、ステージの本番もちろん放送しますと、はい、はい、キャルと里江ですね、そうですよ、はい、先ほどのキャルですよ、英会話の、はい、はい、ということでですね、また本当に舞台の方楽しみになってきましたね、本当ですね、はい、はい、舞台のタイトル、ミュージカルのタイトルが決まってね、はい、プレシャスワン、プレシャスワン、プレシャスワン、あなたは大切な人、うん、あなたはとても大切な人、プレシャスワン、はい、プレシャスワン、これもね私キャロルにね、はい、発音をね教えてもらおうと思います、うん、ああ
Precious One みたいな、そんな感じみたいな感じかな。みたいな。でもなんとなく私最初のあのしぼんでく感じからすごく良くなったんだなと思って見てますけどね。本当ですか？ありがとうございます。はい。はい、ではですね、はい、明日のお仕事控えている方もいらっしゃるということでですね、はい、今日はこの辺で番組をお返ししたいと思います。明日のこの時間またお会いしましょう、See you! See you!
夢見るよ。